続きまして今回も素晴らしい BGM ばかりで感動しました、漆黒のヴィランズで最も苦労した楽曲や、思い入れがある楽曲があればお聞きしたいです。今日は即見がブース内にいないんだよな。俺が苦労いた通りすがりの即見さん早いなお前あっちで仕事したなるほどなるほど見ながら仕事していただいて、これだけ。あ、これだけ。そけんちゃんなんか来てるよ。漆黒のヴィランズで最も苦労した楽曲や思い入れがある楽曲があればお聞きしたいということで、そけんさんのお考えもぜひ。いや、それはシャドーブリンガーズですよ。主題、オープニング。はい。あれは、まあ、去年の10月かな。去年の10月に、まあ、アメリカ・ラスベガス。あ、ね、ちゃんとかけてくる。去年の10月にアメリカ・ラスベガスでティザームービーが公開された時に初めて、お披露目した曲になるんですけど、その後2月に、パリで、もう一回ちょっと違うバージョンのシャドーブリング違うねあれね実はね公開され、3月になると、今あるシャドーブリンガーズが公開され、そうですね。つまり3バージョンも作らされたわけですね。不思議なこともあるもんですね。そうなんです。いやなんかね、ものは言いようだなと思って。最初から完成したやつのアレンジ違いが2回あった3曲だと思うんですよ。出来上がっていってるだけなんじゃねえかっていう俺疑惑があって、だからラスベガスで流れたやつはラフ版で仮版あなるほどフィックスっていうあれは制作過程だった。僕そんな印象なんですけどどうですか。まあ、おっしゃる通り。すごい、リアルタイムに曲まで来て。いや、まあ、そうするしかないです。歌詞もね、なかったので、だから、ワンブリングシャドウ、ワンブリングザライトしかなかったんだよね。しかもそれを、自分のブースのみんながいるところで、こっそり歌ったがために、あんな、そう、シャドウ。ってなってる。あれ、何スタジオじゃなくて、ブースで、周りのみんなに聞こえないようにこっそり、ワンブリング。そうだって言ってたの。だってよかったね、でもあれ。かっこいいもんだって。かっこいいってね、話さなきゃね。いや、でもさ、今流れてるやつってさ、それじゃないんだよね。それじゃない。その時の声じゃないんだよね。だってアメリカの。ジェイソンさんで撮り直してもらったやつ。だから今、ラスベガスと、ヨーロッパで公開した時のティザーを見直せば素見がブースで囁いたやつが鳴ってるってことだよね。見なくていいですだってまあだから3個作ることになったんでやっぱり覚えるやつよと、まああと今回結構そこから派生して、まあネタバレじゃないですけど「トゥモロー&トゥモロー」ってもう1個実はありますね。はい、主題となる歌があれと対比ができるようになった。あれが一番苦労したかな。シャドーブリンガーズの方がやっぱ苦労した。まあでも最終で上がってきた時のね浩二の韻を踏んだ歌詞本当にすごいなと思ったですね。また50クリアした後聞くと全然また印象が違うし、歌詞を読んでもまたこうだったのか実はみたいなね。そうなんですよ。歌詞を読んじゃうとね、クリアした後歌詞読んじゃうとちょっとだいぶゾワッときますね。好評配信中ですんで。あ、そうね。シャドーブリンガーズぜひよろしくお願いいたします。お名前しゃべってもらいます。ありがとうございます。はい。